だから例えば俺が今筋トレとか行ったりとか、はい、毎日自分との約束を全て守ってきてるやんか、はい、でもこれってどっかでサボっちゃうとそれになれんねん。今日はええかっていうことに対してもう人生ええかって言ってるみたいなもんやん。この1回妥協しませんががもう人生妥協しませんかって言ってるのと一緒。じゃあお願いします。お願いします。早速質問を。はい、どうぞ。あの辻さんって怖いものがないイメージがあるんですよ、うん、ああよく言われるそれ、はい、うん、で、うん、でもやっぱり辻さんにもそんな怖いものってやっぱりあるのかなっていう。あるよ。あるんですか。うん、一つだけな。何ですか。うん、妥協してしまう自分やな。妥協してしまう自分に嘘をついてしまう自分に一番恐れてる。お今はこのまあ保ててるよな、はい、毎日自分との約束を守って、うん、毎日このな自分を追い込んで、はい、メンタルを鍛えて自分がやるって決めたことに対して突っ走って嘘つかずにやってきてるけど、これがどっかのタイミングで俺嘘ついてしまう時あるんかなっていうのはちょっと正直怖い。うん、そこは怖い。うん、ちょっとなんか自分でも恐れてるっていうか、まあ例えばさ、歯磨きとかもあるやん。歯磨き、うん、歯磨きあるやろ、はい、人間って慣れてまうねんな、うん、人間って良くも悪くも慣れてまうねん、はい、だから例えば俺が今筋トレとか行ったりとか、はい、毎日自分との約束を全て守ってきてるやんか、はい、でもこれってどっかでサボっちゃうとそれになれんねん。サボった方になれんねん。だから歯磨きとかもそうやね、はい、歯磨きな毎日朝と夜せな寝られへんやろ、はい、気持ち悪いやん、はい、でもこれ1週間せんかってみ多分せん方になれるで。ほうほうほう、うん、人間の体ってすごい対応できるようになってるから、うん、それが怖い俺は。それを一番恐れてる。うん、それ聞いて思い出したんですけど、うん、僕一回、まあ、辻さんに YouTube を週4を週3にしましょうって一回提案したんですよね。一回言ったな、うん、はい、ちょっと多すぎるんで、はい、辻さんペース落としましょうかって、はい、気遣ってな、はい、辻さんも忙しいと思うんでって言ってくれたな。スケジュールもカツカツで、うん、大丈夫ですかって、うん、その時もいや4回で行こうって言ったやろ、はい、自分との約束を俺も守ったもん、うんうん、だって岩城ちゃんと俺の約束やし、これはもう見てくれてる皆さんの約束やんか、はい、うん、週4回あげるって言った以上あげなあかんよ、うんうん、別にええねんで、はい、3回になったからって何か変われへんねんね、はい、全然変われへんよ多分、うんうん、変われへんし気づく人もおれへんと思うそんなに、はい、うん、でも自分との約束したわけやんこれって俺が、はい、週4回は絶対あげるって言ったわけやん、うんうん、じゃあこれを3回にすることで別にこれを3回にしてしまったことに対して別に痛でないと思うねん、うんうん、何かないと思うねん、はい、でもこれを3回にしてしまうことで俺また何か挑戦した時に1個妥協してしまう気がすんねん、うん、ジムもそうやねん、はい、じゃあ週何回行くって決めた、じゃあその約束守れへんかったら、うん、どっかで肝心な時にまた自分との約束守れへん気がすんねん、そっちに慣れてまうと思うねん、はい、今って週4回 YouTube 流さないと気持ち悪いし、うん、ちゃんと自分の決めた回数ジム行かないと気持ち悪いねん、うんうん、でもこれが1回サボることによってそれが別に普通になってまうねん人間って、うんうん、だから俺は嫌やねん。うん、だからまあ一番怖い一番恐れてるのはそれが何かのきっかけで、うん、まあ自分との約束を破ってしまうことが怖いな。うん、うん、いやすごいっすね。そう、耳痛い人多いんじゃないですかこれ聞いてて。まあ多いやろな、うんうんうん、俺だって言ったこと絶対あるもん、はい、うんうん、自分との約束絶対するで。それもともとなんですか。あ、でももともとやと思う。あ、うん、それはストイックやと思うわ。でもな、俺今日もインスタグラムちょっと書いてんけど、はい、やっぱり一番大切なことは願うことだと。自分の夢とか目標を願うことだと、うん、で願うことによって強くぶれずに願い続けることによって、うん、な自分の夢を信じ続けることによって人は必ず努力すると、うん、そうやろ、はい、願ってんのに努力せへんってやばいやつやん。そうですね、うん、じゃあ願えへんと思うね人って。そう、願ってないみたいな。そうそう、だから結局一番大切なのって願うことやね、願い続けることやね、うん、そして自分を信じることやね、うん、その願いが叶うって自分を信じ続けることが努力する道にの唯一のこの進める道やと思うね俺は、はい、うん、だから俺はだからほんまにそれは思うかも。うん、いやすげえ深い深いです、うん、一番染みてんな最近。いや最近染みてますもん、うん、でもそれだから岩城ちゃんもそれで自分との約束守らなあかんねん、はい、うん、そうやろ、だから YouTube 辻さんも参加にしませんかって言ってきた時も俺はぁって言ったよ、はい、何言ってんのお前って、はい、うん、約束したんやんけって、うんうん、それは別にでも岩城ちゃんがさ、いやでも視聴者的には別に3回でもって言ったけど、はい、いや視聴者とかそこは関係ないねんと、うん、俺らの約束やろうと、自分らでやった約束やろうと、これを1回減らすことによって絶対また俺らどっかに何か感じた時に1個減らすでと、うんうん、じゃあそれまた2回になるでと、うん、じゃあまた週1にしませんかってなるでと、うん、じゃあもう月1回になるでと、はい、うんうん、1個妥協することが今後の人生で大きく妥協することに変わるでって、はい、うん、だから何も妥協したらあかんねん、うん、
辻、うん、さんストイックですねって、そんなちょっとしんどい時とか眠たい時ぐらいジム行かなくていいですやんって言われるけど、いやいやいや、確かにこの1日ジムサボったからって俺の体が衰えることもないでと、体力が落ちることもないでと、じゃあ何か仕事に支障出ることもないでと、でも今後の人生多分また何か俺しんどい時に逃げると、うん、だからもう逃げたくないの俺、うん、だからもうそれが癖づいてんねん、うん、もうだから逃げることが気持ち悪いの、自分との約束守れへんことが歯磨きぐらい気持ち悪い、うん、シャワー浴びな寝られへんやろ、はい、それと一緒やもん、うん、筋トレしてるやつって気持ち分かると思うで、筋トレしないと寝られへんねんもん、うん、気持ち悪くて、はい、でそれぐらい癖づけない、それで習慣づけな、うん、人って変われへんて、うん、今日はええかっていうことに対してもうじゃあそれもう人生ええかって言ってみたらもんや、うん、この1回妥協しませんががもう人生妥協しませんかって言ってるのと一緒、俺からしたら、うん、それぐらい俺はその1回にこだわる、はい、そうや、小さなことのコツ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 の積み重ねがとんでもない大きなとこに運んでくれるんやろ、それが唯一のもう近道や、コツコツが、はい、うん、遠回りすることが唯一の近道や、うん、だからそれは絶対な、自分との約束を破ったらあかんし、はい、うん、でもその何かきっかけで例えば病気になった時とか何かのきっかけでそれが慣れてしまう自分が怖いなと思ってる、うん、だからそこに恐怖心はすごいある、はい、うん、俺ってこれ死ぬまで戦い続けれるんかなみたいな、うん、この気持ち保てるかなみたいな思って、でもそこに自信はあんねんけど、はい、うん、どっかでやっぱりな、何かがきっかけでこれ俺自分との約束守られへん時あったら自分のこのあれが人生が崩れるなっていうぐらいの恐怖心を持って毎日自分との約束を守ってる、うんうん、でも自分との約束を守ってみ、はい、自信になるで、うん、めちゃめちゃ自信になる、はい、うん、まあ自分との約束守れへんやつが人の約束守られへんから、うんうんうん、俺はもう一人の人生じゃないと思ってるからいつも言ってるけど、はい、だからその人たちの約束を守るためにも自分の約束は守りますよ、これからも、うん、はい、はい、はい、そんな感じで企業サロン生必見の動画ですね、あ、ほんま、はい、響いてくれるかな、はい、皆さんね、はい、自分との約束守ってください、必ず、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。